どうも皆さん、お久しぶりでございます。満腹亭清盛と申します。今回はですね、ある一家のお話でございます。母、父、そしてゆず彦とみかん、そういうあの4人家族がおりました。みかんは高校生、周りの女子学生と話をしている時に、お母さんの味というものにあの話が咲きます。私のお母さんの母の味ってなんだっけ。アニメ同士ズシーズン2ということで、今回作りますのは橘家のお母さんのね、母の味でございます。それを今回作っていこうかなと思います。しかも3品です。元ネタは何ですか。私ん家でございますね。さあ、今回は清盛さん家でアニメ飯をやるってのでね。そうです。3品を作ると。3品です。うわ、その数え方腹立つわ。4じゃねえかい。ぐわし。まずね、1個目ですね、まあ、使うのはこちらちくわです。ちくわ。それではご賞味ください。5秒で完成します。はい、5 4 3 2 1。はい、これで OK です。嘘だろ。タイトルはちくわのみ。逆にこのちょっとでかい皿が腹立つわでも実際にアニメでもそうなんですけど、これがお母さんの母の味だよって言ってポンとポンと。で、そして食べ方は至って簡単。はい、ここに醤油があります。わさび。わさび。はい、これで食う。醤油につけて食べると。これが母の味ですそそらねえぜじゃあ2品目です。チーズ。チーズ、キュウリ。キュウリ、まあ、キュウリとチーズはね、まあいろいろ組み合わせとかあるでしょうから、いやー、一体ね、このチーズとかキュウリがどんな感じで様変わりしてくるのかっていうのはね、非常に気になるところでございますけども、キュウリをちょっと細長く切って、それをちくわにちょっとモザイクかけなきゃいけないねそしてチーズをキュウリの入ってる横に反対側にも詰めて完成。タイトルはチクキュウチ。いや、本当にこれはお母さんの話なんですよ立花家、これが夕飯に出てくるんですよ、私んち。逆に紹介しないでやれよ紹介しちゃう。まあ、最後はね、ちょっとド派手に豪勢なものをね、バーンと。あ、落ちちゃった。手に取ったのは白滝。やっとね、火の入る工程でございます。はあ、ごま油を垂らして、あれあれ、またまたちくわを、せーの、両手らしい音はようやく聞こえ始めました。そこにすかさずちくわも投入。ここに料理酒。やってる動作はなんか焼きそばっぽい感じではありますけど、そこに醤油また加える。これをざっと混ぜ合わせる。さらにきび砂糖。きびじゃないですね、三温糖ですよ。三温糖、三温糖ときびは違うんじゃ。あ、でもいい匂いはする。これを器によそって、はい、完成。名前は白滝ちくわ。私ん家の母の味。3品作るってことでね。カメラ回し始めて今どれくらい経ってると思います。10分。まあ15分。ちなみにこれ食べてるの高1と中2のお子さんです。それではどうぞ。じゃあ、ちくわの刺身。刺身、そうですけど、結構カレーなしかもあのお父さん結構しっかりどっぷりつけてたんですよ知らねえよ、好みなんかまあ、板挟すね。おせちの時に食べる味じゃあ、ちーちゃんきゅう。生意気にもパンパンっすね、きゅうりで。酒飲みで、まあ、一気にサラダっぽくはなりましたね。じゃあ、主品の。一
タリアンとかやこの塩うまいこれはうまいこれはうまいお弁当とかに入ってたら嬉しいなっていう方では ありますけど、しかも私ん家のお母さんは極端な味付けなんですよ。味がバチクソ濃いか味がないかのどっちかなんです。ゼロ100らしいんですよ、ね、これ夕飯ですよ、うん、主品目のおかずですよこれ、うん、これ毎日だったらきついですね。それが大体10日間できますよ、うん、まあ親ガチャってあるんだなって言っちゃった。